和牛は、水田真嗣と、川西健志郎からなる日本の漫才師。2006年結成。吉本工業東京本社所属。2014年に第44回 NHK、情報漫才コンテスト優勝。M-1 グランプリ5年連続決勝進出。うち2016.20172018、準優勝。M-1 史上、初。 三年連続準優勝の記録を飾る。共に、大阪 n s c 二十六期出身。水田新治愛媛県伊予市出身。ボケ担当、立ち位置は向かって、左。川西健次郎大阪府東大阪市出身。ツッコミ担当、立ち位置は向かって、右。2006年、二人から同時期にそれぞれ相方を探しているという相談を受けていたバイク。 川崎バイクが中を取り持ちで会う。バイク、川崎バイクから、お互いの連絡先を渡され、ビッグカメラナンバ店前で初対面した。NSC で同期であったが、紹介されるまで面識はなかった。水田はすぐ組むことは決めておらず一度経ったが、M-1 グランプリに出場したいと思った中で、今まで出会った人を振り返り、一番真面目で素直に、話を受け入れた川西に連絡を取り、 2006年8月コンビを結成した。コンビ名の由来は、水田のバイト先のステーキ屋で一番高いコースが和牛のコースだったことから付けられた。各々の,の解散を繰り返した後の同期から数年、遅れた結成な上、劇場所属となるのにも一年半を費やした。その間は、インディーズライブへ出演をしていた。結成当初の目標は、M、M-1 に出ることだった。 2008年ベース吉本はラビーでオーディション組から昇格し、12月にはオールザッツ漫才にてテレビ初出演を果たす。2009年3月はラビーメンバーに初昇格。6月に和牛初の単独ライブを開催。2009年には ABC お笑い新人グランプリ決勝戦進出、M-1 グランプリ準決勝進出。2010年には キングオブコント準決勝進出と賞レースで結果を残し始める。2010年5月にはラジオオンストのレギュラーもスタートした。2010年12月ベース、吉本の閉館に伴いゴーアップ吉本に拠点を移し活動。2011年にソーセージアインシュタインと毎月1回新ネタを披露するライブ、ソー創世牛シュタインをスタート。2012年、 吉本のランキングシステムで後輩に抜かれるなど、スランプに陥る。他の人がやっていないことをやらないと渦漏もれてしまう、ことに気づき、え、理屈漫才の原型を作り上げる。2012年10月からは、アキナ、和牛、アインシュタインの3組で、ユニットライブ、アキナ牛シュタインを定期開催。2013年4月に、おはよう朝日ですのレギュラーに抜擢される。 第2回ユート t 漫才新人大賞に決勝進出したことを皮切りに第3回ザ漫才サーキットランキング13位12月には第4代高きラメキメンバーに選ばれ賞ーレース常連組の仲間入りを果たす年末のオールザッツ漫才ドリームジャンボ1分バトルでコント公演を披露し優勝した2014年情報漫才コンテストで賞ーレース初の優勝 その後も、第3回ユート部漫才新人賞準優勝、ザ・漫才2014決勝を進出、M-1 グランプリ2015決勝を進出と、結果を残し続けた。2016年8月、コンビ結成10年目の節目に、単独ライブを大阪、東京で開催。M-1 グランプリ2016は準決勝、敗退したが、決勝当日に行われた。 敗者復活枠から決勝進出し準優勝に終わる。この日以降人気が急上昇。2017年に入り和牛が出る日のチケットは即完売となるなど、吉本でライブのチケットが一番早く売り切れる若手芸人と言われるようになる。春に大阪から東京に活動拠点を移し、8月から和牛がチャンピオンになるための全国ツアーを観光。 約2ヶ月で全国9カ所11公演を行い、計68本の漫才を披露した。11月は牛発となる単独 DVD が発売された。M-1 グランプリ2017では決勝までストレートで勝ち進むも、去年に続いて準優勝だった。2018年、様々なメディアでブレイクしそうなお笑い芸人ランキングで1位に選ばれ、テレビの露出も増加した中、 4月には牛にとっては初であり、水田の念願だった地元愛媛での冠番組、和牛の A4 ランクを召し上がれ、がスタートした。4月、第53回情報漫才大賞奨励賞を受賞。全国ツアー、ホールでみんなで騒ごやないか。近隣の人たちに迷惑かけんとこな。お、1000人近いキャパシティを持つホールを中心に、全国6カ所で行った。 またこのタイミングでネットにも正式進出。クックパッド提供ネット製配信番組和牛キッチン川西シェフと女子水田マイナスがレギュラースタートした。12月 M-1 グランプリ2018は決勝までストレートで勝ち進むが下降り明星と一票差でまたしても準優勝。3年連続での準優勝となった。2019年4月には 初の全国レギュラーで MC を務める番組、立ちご飯和牛もいただきますがスタートし、全国放送の番組に呼ばれるようになる。その傍ら企業プロモーションの仕事も入るようになり、2019年テレビ、CM ブレイクランキング第3位にも選ばれた。日経エンタテインメント。で行われた2019年お笑い芸人人気調査。好きな芸人6位。この1年で最もブレイクした。 芸人3位、週刊、文春、好きな芸人ランキング4位にも選ばれる。単独ライブツアー、和牛の全国ツアー2019、今、会いに行きますそして漫才しますを、全国8カ所で行う。特に、愛媛県の会場、イオム未来館は、本単独ライブがこけら落とし公演となった。M-1 グランプリ2019は準決勝、敗退。敗退したことが、 ヤフーニュースのトップページに載るなど、M-1 の歴史に残る敗退が話題となった。その後行われた敗者復活戦を制し、本戦にへ出場。しかしながら4位で終わり、最終決戦進出に一歩及ばなかった。2019年12月25日の和牛のモーモーラジオ内で、2019年を最後に M-1 グランプリから卒業する意向を示した。 2020年6月、生配信料理、番組、和牛キッチン、川西シェフ、助手水田が書籍化。この中で、累計視聴者数が38万人以上だったことが、明らかとなった。週刊文春オンライン、好きな芸人2020ランキング2位。2021年1月2日、ナンバグランドカ月で行われた、本公演にて初めて取りを務めた。高い演技力と、 緻密な構成力を生かした漫才を行う。正直で細かいところが気になる水田とも残し、柔らかいが決めたことは曲げない。川西のキャラクターに、二人の演技力が加わった、形式が多い。ネタを作るにあたり、整合性一貫性を持たせること、嘘をつかないことを意識している。二千十七年までは、水田のキャラクターを強めに出したしゃべくり漫才を多く、披露していたため、え、 理屈漫才と呼ばれた。それは自分たちのキャラクターをわかりやすく伝えるためだった。え、理屈漫才は、水田の細かい性格を生かしてネタを作ったらどうかと川西から提案を受けた、水田が作り上げたことが起点となっている。前半に伏線を張り、後半に伏線を成立させる、伏線回収の技術を盛り込んだコント漫才を、m 一二千十七で強くそして見る側にも、 わかりやすい形で披露して、以降、え、理屈漫才に続く、和牛漫才の特徴として、メディアで紹介されている。和牛結成前、水田川西ともにボケ担当でさらにネタを書いていた。どちらがボケになるのが良いかをネタ帳を見せ合い、すでにネタの構成に、色が出ていた水田をボケとすることに決めた。結成当初は、水田がネタをすべて作っており、川西は、 手にお浜で指示を受けていたが、近年は二人で話し合いながら、ネタを作り上げている。細部にこだわる部分に変化はなく、漫才を行うにあたって無駄な言葉は一つもないと、お互い理解して作成していると述べている。賞レースにて準優勝が多く、シルバーコレクターとも称される。まだ大きな結果を出せてなかった和牛に、しゃべくり漫才をやった方が良いとアドバイスしたのは、水田を可愛がっていた。 モンスターエンジンに絞りであり、その後へ理屈漫才の原型を作り上げ、ショーレースの常連となった。舞台を降りた直後、後輩たちが止めに行った方がいいのか、と考えるほどの激しい話し合いをする。本人たちは舞台に出た後ネタの改善のために、行っており、悪気はない。構成作家も礼儀正しく温厚な二人が、ネタなどで意見が対立して、 ヒートアップしてくると睨み合っていた姿をたびたび見かけていた。漫才とは生き様であり、一生やっていこうと二人で決めていることだという。コンビ仲が良いことをエピソードとして関係者から指摘されている一方、本人たちもメディアで話している。お互いについてどう思うかという質問について、川西は家族が一番近い表現と、水田も味方は川西しかいないと述べている。 結成当初、水田の家でネタ合わせをよくしていたが、その際水田は川西にもご飯を作っていた。川西はネタ合わせをしながら、美味しいまかないがついてきたと感激し、500円を置いていく、帰りがけに生ゴミを捨てるなどで感謝を表現していた。解散をしようと考えた時期が今まで一度だけある。2010年、水田が主催したトークライブへ、水田自身が遅刻し、 無期限の劇場出演禁止処分を受けた。水田は川西に漫才ができないのは申し訳ないと解散を提案するも、川西は漫才の形が見えてきた時期でもあり、謹慎が解かれるまで待つことを選択。結果、解散を免れた。単独ライブに流す曲は音楽鑑賞が趣味である水田が決めている。単独ライブで曲を使われたことを知った、めくみ。 菅原達也の依頼により、ミュージックビデオ出演を果たした。2009年、読売テレビの年末の特番ロケで川西と一緒に、坂田敏夫の自宅に行き、独身の坂田師匠に料理を作って差し上げようということで料理を作ってもてなし、その本格的な料理と味に、坂田の舌がうなった。なお、料理のできない川西は、坂田と一緒に風呂に入って、背中を洗い流したという。 コンビ結成10年目の記念に宮川大輔、花子師匠からコンビで衣装一式プレゼントしてもらい、その姿で10周年記念ライブを行った。アマチュア時代から含め2006年より出場。大会が復活した2015年以降は2019年まで5年連続決勝に進み、3年連続準優勝の記録を飾った。敗者復活戦も2度勝ち抜いている。 第11回大会第6位、出番、4番得点、806、900点、キャッチフレーズは、心に刺され。非常な愛のボケ第12回大会準優勝、出番、9番得点四469、500点、キャッチフレーズは、敗者復活枠のためなし。第13回大会準優勝、出番、9番得点六653、700点、キャッチフレーズは、 三度目の正直第14回大会、準優勝、出番、10番得点六656、700点、キャッチフレーズは、第4形態第15回大会第4位、出番、3番得点六652、700点、キャッチフレーズは、敗者復活枠のためなし。 2009年、2010年、2011年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年コンビ、出演作品のみを記載。水田個人の出演歴については、水田真二を、川西個人の出演歴については、川西健二郎を参照。現在のレギュラー番組過去のレギュラー。 番組特別番組現在のレギュラー番組過去の番組観光庁企業ミュージックビデオオーディオコミックありがとうございます。